それでは木曜日恒例の伊藤敦夫さんの川柳です。グリーンのメッキもそろそろ剥げかけて、敦夫。コン、一応今回口でやらせていただきました。違う言葉出ちゃったんですけどね。グリーンのメッキもそろそろ剥げかけてということで、まあ小池旋風、都民ファースト旋風っていうのをずっと吹いていて、今度は国政へというような中で、伊藤敦夫さんが、うん、ちょっと最近小池さんおかしいぞというふうにご覧になってそうですね。はい、まあ都議選大いに盛り上がってね。はい、で、まあ都議選が終わった後はもう、この例の北朝鮮の脅威の問題だとか、まあ、それからまあ途中で内閣改造の問題だとかあって、その以前ほどやっぱり小池知事マスコミ露出が多くはない、うん、かなり減ってきてはいることは事実なんですね。うん、まあ、そろそろ小池劇場も落ち着いてきたかなという感じなんですが、ただ一方で横山さんおっしゃったように若狭さんがね、うん、まあ、側近というか、まあ、一緒にやってきた若狭さんが、うん、日本ファーストという、うん、まあ、これはまだあくまでも政治団体で、新党になったら名前変えるとか言ってますけど、うん、まあ、いずれにしても国政進出の、うん、まあ、方針を明確に、ね、表明されるような状況になっていて、まあ、当然小池さんとの関係が想定できるわけですから、まあ、相変わらずやっぱり小池さんに対するその注目度っていうのかな、うん、高いし、まあ、目が離せない状態ではあると思うんですが、ただ知事として、あるいは東京都レベルでこう見てくるとですね、やっぱり最近の小池さん、僕から見てるとなんかおかしいなっていうことがいくつもあるんですよね。で、まあ、今日は小池知事のファンの方たくさんいらっしゃるでしょうから、うん、お叱りを覚悟で、はい、あえて、まあ、私番組終わったらいなくなるんでね、抗議を受けるのはスタッフの皆さんですから、さっさと逃げ出しますけど、最近の小池さんちょっと変だぞっていう話をちょっといくつかしてみたいなというふうに思うんですが、はい、まずね、8月5日だったかな、記者会見の、まあ、ぶら下がりだったか会見だったかの場でですね、築地の移転と、豊洲の移転と築地の再開発、その決定過程について記者から質問を受けたときにですね、小池さん何と言ったか、それは AI だからって言ったんですね。意味不明ですよね、これ全く、ね、で同時にこの、その豊洲移転と築地再開発の決定過程についてどうやって決めたんですかって聞かれたときに、都庁の職員は一切関与してないと、うん、外部の指揮者の意見聞いて決めましたと、うん、いうふうにおっしゃってる、うん、でじゃあその決定過程の中で財源はどうするとか、今後の運営費がどのくらいになるんだろうとかっていう、そういうその部分についての細かな検討はしたんですかという質問に対しても、はっきり明言なしたともしないと明言をされていないし、それから記録が残ってないと一切、うん、決定過程についてのね、うん、記録が残ってない、じゃあどうやって決めたんですかって、それは AI なんですと、 AI が決めたんだみたいなことをおっしゃるわけですね。でそのじゃあ決定過程どっかに記録ないんですかって言ったら、解雇録では書くかもねみたいなことをおっしゃってる、うん、いや解雇録だったらご自身が知事辞めた後のことですよね、それだいぶ先の話ですね、うん、なんかやっぱりちょっとふざけた回答だなと、まともに答えてないなっていう印象を僕すごく強く受けたんですよね。で同時に記録が残ってない、決定過程こんな大事なね、これ何千億もかかる話ですから、決定過程で記録が残ってないっていうのは、あれ確か小池さん知事選の最中から情報公開っていうのを、ね、政策の柱の一つにね掲げていたはずなんですよね。これちょっと小池さんのこれまでの発言と全く逆じゃないのと、現行不一致じゃないのっていうふうにどうしても思わざるを得ない。それからそういえばあんまり話題に今なってないんですけど、実は一昨日まで東京都は臨時の議会開いてたんですね、はい、まあ、そこで豊洲の補強工事対策、補強対策、対策工事の補正予算なんかが成立をしたんですね、まあ、自民党もしぶしぶ賛成したらしいんですけど、ただその臨時の都議会を見てると、まあ、何人か例の都民ファーストの、うん、新しく受かってきた議員なんかが、質問に立って場面があったんですよ。それをちょっと見てたら、まあ、聞いてますけどひどい、気持ち悪いですね。そう、もう一言言うと小池知事来賛、うん、知事は素晴らしい、うん、豊洲移転築地再開発これを打ち出したことは、うん、非常に素晴らしい決断であると、
もうよいしょの嵐ですよ、うん、これじゃやっぱり完全に都民ファーストってやっぱり小池さんの親衛隊だよねって思いますよ ね、 あの一緒にあの小池さんを支えている立場に今なっている都議会公明党の議員からも、うん、あれはいかがなもんか、うん、あれはひどいなって声も上がったっていう、うん、まあほぼ予想通りではあるんですけれども、うん、ただこれって正常なその議会と行政、うん、知事との関係あり方もっと言うと地方自治の正常な姿なのかなって、うん、首をかしげてしまうんですよね。で本来これ何度も言ってる話ですけど、あの地方自治体っていうのは首長さん市町村長、まあ、知事と議会っていうのは別の選挙で選ばれるわけですよね、うん、でそれぞれ別々の独立した存在ですよね。ですからの知事と、まあ、東京で言えば小池知事と都議会との関係っていうのは常に一定の距離感がなきゃいけないし、両者の間にはそれなりの緊張感が常になければいけない、もっと言うと議会っていうのは本来あの知事行政府の、出してくる条例だとかね、うん、予算案だとかそういうものを基本的にはチェックするのが議会の役割なわけですよ、うん、つまり知事をあの暴走させない、ある意味監視役というかな、それが議会の最大の役目なんですよね。もちろんその議会と知事が喧嘩ばっかりしてちゃダメですよ、よくやりますよね、まあ、あの松沢さんというね今参議院議員やってる方、神奈川県の知事の時なんか議会と喧嘩ばっかりしてたしね、まあ、他にも議会と喧嘩する某名古屋市長とかね、いろいろいるんですけど、まあ、あの必ずしも喧嘩ばっかりしちゃいけないですよ。だけどやっぱり相互チェックというかな、で両者の間にやっぱりそれなりのそのバランス感覚みたいなものが本来なければいけないし、それが本来の、まあ、いわゆる二元代表制の求めている姿だと思うんですよね、はい、だからその意味で言うと、まあ、これも都議選の最中から僕も言ってたんですけど、その知事が自前の政党を立ち上げてですね、その政党の数を増やすことによって、議会を円滑に動かしていこうという発想自体にやっぱりちょっと問題があるんじゃないのかなと。これ都議選前に伊藤さんが二元代表制っていうのは、うんはい、都知事も議会の議員もいずれも都民が選ぶ、そうですね、でそういうシステムの中で都知事が自ら政党を立ち上げて議会も支配するようなことになると真っ向から二元代表制を否定してしまう可能性もありますよねって危惧されてましたよね。うん、だから本当の、まあ、理想の姿から言えば議会には一切、議会の選挙には知事は一切関与しない、うん、でその選挙結果で議会が知事与党、まあ、与党野党ってあること自体が実は問題なんですね、うん、全く独立した存在だから本来知事与党とか知事野党なんてありえないわけですよ。是々非々で来るはずなんですね。でそういう場面で例えば議会に対して知事が何かやろうとした時に数を頼むんではなくて議会に対してきちっと説得できるような、説明をね知事が議会ですればいい話であって、理想ですよこれは、うんまあ、なかなか政治的な思惑が働くからそんな簡単にはいかないんですけど、理想論から言えばそういうことなんですよね。でただ知事が政党を作ること自体は過去にも例がありますね。大阪維新なんかそうですね、はい、で名古屋も減税日本か、うん河村さんがね作られた、これ前例はあります、前例はありますけれども小池さんの場合はねちょっと違うんですよ、うん、と僕は思う、うん、なぜならば小池さんが知事選挙に出た時に従来それまでの歴代の知事、ね、石原さんから始まって猪瀬さん、うん、舛添さん、こういう人たちと自民党都議会が裏でつるんでると、うん、慣れ合いで、ブラックボックスを作ってそこで勝手に都政を動かしてるっていう批判をしてきたわけですよね。それが最大の、まあ、いわば共感を呼ぶ主張だったと思うんですよ小池さんの、うん、今小池さんやってること同じじゃないですか、うん、小池さんの指示で都民ファーストの都議会の皆さん、これ都議会第一党ですよね、多分今だったら小池さんが右向けって言ったらみんなさっと右向きますよ、うん、カラスが白いって言ったら白いって言いますよ、うん、これ正常な姿ですか。で都民ファーストの会も
外部に対して例えば SNS などのこの発信をする際は必ず都民ファーストの要するに本部に一応ね相談してからっていう、こんなちょっとおいおいって思う。そうね、だって第一その小池さんその都議選の直前になっていきなり都民ファーストの代表に就任されたでしょ、うん、で都議選終わった途端に辞めたでしょ、うん、で辞めた時の理由が二元代表制の問題との絡みですとかっておっしゃってるでしょ、うん、なら最初から代表になるのおかしいじゃないですか、うん、そういう問題意識があるんであれば選挙の顔っていうふうにご自分で言っちゃってるようなもんですね、うん、もちろん選挙対策ですよ、うん、それは選挙対策なんですけど、でももしかして小池さんが代表だからって入れた都民の方結構いるんじゃないかと思うんですよ、うん、あ小池さん本気でこの政党率いて何かやろうとしてんだな、それに期待をして、うん、小池さんが代表ならこの政党に入れ、この政党の候補者に入れようって入れた人は結構いるんじゃないかな、うん、だとしたらその人たちにとっては都議選終わった直後に小池さんがさっと代表を辞めた、なんか肩透かし食らったみたいになりません、うん、そうですね、うん、これもちょっと選挙戦術とはいえ、うん、なんか都民の皆さんに対しては、まあ騙したとは言いませんけど、うん、ちょっとね、うん、おかしな行動だったなっていうふうには思えますよね、うん、でもう一つそれとの関連で言うと今の都民ファーストの代表っていうのは、まあ、元に戻った形なんですけれども、野田さんというね、うん、小池さんの特別秘書、特別秘書の給料 年俸1400万以上なんですってね。そんなもらえんの。はい、局長クラスと同じぐらいかな、うん、でそんだけの、まあ、特別秘書として、うん、かなり高額の報酬をもらっている傍らで都民ファーストの代表でおられる、うん、2つ兼務できるんですかね。まあ、あの1400万っていうことは妥当かどうか別にしても、要するに都の東京都自治体である東京都の局長と同じだけの仕事しなさいよっていうことで支払われてるお金ですよね。もともと都民の税金ですよね、はい、ですから本来であれば普通に考えればでしょ、これだけ の、ね、まあ、あのポスト権限と報酬を得てるんであれば全力でその仕事に邁進するっていうのが、まあ、多分普通の感覚ですよね、うん、でも都民ファーストという都議会最大会派の代表、これね大変多忙な仕事だと思うんですよ、この2つの仕事を兼務するっていうのが果たして妥当なのかどうかね、まあ、その件に関しては小池さんはあんまりあの質問されてもほとんど答えないんですよね。で、まあ、僕は普通に考えてどっちか辞めるべきだと。だってこの前ほらあの例のこのハゲ議員いたじゃないですか、はい、豊田真由子さん、はい、あの方の政策秘書に青森の町会議員の方が就任したってんで、うん、まあ、話題になりましたよね、うん、大騒ぎになって、うん、で最終的にはその政策秘書を辞められているわけですよね、うん、これとどう違うんですか、うん、確かにその議員ではないですけど、うん、東京都の歴史とした職員でしょ、うん、でその職員が政党の代表をやってるっていうのと政策秘書と町議を兼務してるっていうのと、うん、俺どっちがどっちなんですか、うん、って話になりません。はい、でやっぱりこの辺なんかもちょっとやってることがおかしいなという気もするし、うん、それからさっきあの国間さんおっしゃったように都民ファーストの連中って個別のマスコミ取材に一切答えないんですよ、はい、でアンケート調査なんか出しても、うん、大半 90% 以上が無回答なんですね、うん、で何かどうしても答えなきゃいけないときは誰かが代表して会派で中で決めた発言でそれがみんな横並びになるわけです、うん、これなんでなのかったら、まあ、言うまでもなく慣行例ですよね、うん、勝手なこと喋るなという指示が多分出てるんだと思うんですけど、要するにマスコミに勝手なこと喋るなよと。でじゃあなぜ勝手に喋るなっていうかっていうと、多分ですね勝手に喋り始めるととんでもないことを言うやつがいるっていう心配からだと思うんですよね、うん、ただ逆に言うとですね、うん、そんなに頼りない危なっかしい連中を、うん、あなたたちは都議会議員にしたんですかって話になりません、うん、やっぱりその、まあ、多分小池さんのところだからって、投票した人もたくさんいるから、うん、自力で受かった人がどのくらいいるかは、まあ、分からないんだけど、まあ、でもやっぱり最終的には自分の名前を都民の皆さんから書いてもらって都議会議員として当選したわけでしょ、うん、ただそれぞれがもう独立した立派なある意味政治家ですよ、うん、
で都民の負託に応えなきゃいけないわけですよ。有権者、自分の選挙区の有権者の負託にも応えなきゃいけないわけでしょ。ただ当然個人個人それぞれ支持するされている有権者も違えば、選挙区も違えば、その地元が抱えている問題点も違うわけじゃないですか。でそれぞれが自分で独自で考えて独自で発信していく。それは重要な政策についてね、党内でカンカンガクガクの議論があっても、決まったらそれに党として従うっていうのはそれは組織としては当たり前です。だけど個別の問題、そのいわばその党として決めていかなきゃいけない大方針ではないような部分に関しては、それぞれ個々が考え方を持ってるはずだし、その考え方をその外に向かって発信するっていうのは決して悪いことではないと思うんですよね。でそれを一切やらない、みんな黙ってる、全員で黙秘権行使してるっていうのはなんかね、私から見るとこう全体主義みたいな気がしてしょうがないですよね。恐ろしい組織だな。みんな上の指示で、まあ安倍一強の時も自民党も黙ってる人も多かったんですけど、みんな上の指示でもうだんまり決め込む。でさっきの話じゃないけど、右向けって言ったらみんなさっと右向く、50数人が。これちょっとね怖いなと思うんですよ、こういう組織自体。大阪の維新だって、まあ、悪さしたやついっぱい出てきましたけど、それぞれ勝手に動いてましたよ。まあ、それがいいか悪いかですして、勝手に動いたから悪さがバレたのかもしれないですね。暴言失言が出てきたのかもしれませんけれどもでもやっぱりね、議員ですから、都議会議員ですよ、立派なもんじゃないですか。で議員のバッジつけてるんだから自分の考えがあるはずですよ。それをメディアに対してでも発信しないっていうのはおかしな話ですよね。まあ、もちろんまだ都民の皆さんの中には小池さんに対する期待感は高いだろうと思います。で僕自身もその山尾さんの話じゃないけど、民進党が低たらくですから、やっぱりそれに代わって、まあ、小池さんたちがもし国政政党を立ち上げて今の一強多弱状態みたいなものに一石を投じるいうことがあるんであれば、まあ、それをこう期待する部分っていうのもあると思うんですよ。ただそれだけに、そこへ至る前に今僕が言ったような、なんか首をかしげるような事態がこうずっと目についてくるようなことになってくるとですね、せっかくのこう期待感みたいなものがね、かえってしぼんでしまうんじゃないか。やっぱり小池さんって綺麗なグリーンのメッキ、グリーンの、メッキと言っちゃいけないピカピカ光ってるねグリーンだったよねっていうのが、ちょっと見たら、あ、これやっぱりちょっとメッキだったんだ、ここの部分ちょっとはげてきたよねみたいに見られたら、これこの先の国政にも大きな影響を与えるんで、やっぱりね、その意味ではある種のおごりみたいな感じも見えなくはないんですよ。全部うまくいってるから、支持も高い、都議会では圧倒的に勝った、なんかそこからおごりとか緩みとかたるみみたいなものがもし小池さんやその周辺に出てきたとしたら、これ将来的に足元すくわれる大きな材料になりますから、なんかこの辺で一回ピシッと締めてほしいなっていう感じしますよね。伊藤さんの話聞いてると、なんか本当に安倍さんとこうダブってきますよね、安倍一強の時と、で安倍さんがどんどんこうおごり高ぶりが、今反省してらっしゃるっていうふうになってますけど、あともう一点で言うと、その豊洲移転、そして築地再開発、もしこれがちゃんと成功して、我々の目に見える形で成功したとしたら、これは大実績になると思うんですよ。でもそれがなかなか難しいことだっていうのは都民の皆さんも分かっておられると思うし、大風呂敷広げたんじゃないかとも言われてるけども、広げてでもやるんだと、でも今難しいです、確かに難しいです、でも私はやり遂げますっていうことを言った方が、AI の名前語るよりよっぽどいいと思うんですけどねAI は未だに意味不明なんですね分かんねえな、